ループとは、イリノイ州シカゴにある長さ1.79マイルの高架鉄道の環状線であり、シカゴエルの路線網の中心となっている。2012年現在、平日1日あたり74,651人の利用客がいる。ループという名前は、レイク通り、ウォバッシュ通り、バンバーレン通り、ウェルズ通りの4つの通りでできる長方形に沿って環状していることから来ている。 シカゴのダウンタウンである、ループはこの環状線が名前の由来である。高架鉄道ができる前のループという言葉の使われ方には諸説あり、その一つはこの地域を終着点としていた複数のケーブルカーのループ線もしくはターンテーブルに由来するというものである。特に1882年に建設されマディソン、ウォバッシュ、ステート、レークで接していた2路線は、 ループ線を共有していた。しかし、交通歴史学者のブルース・モファットは、ループという単語は1895年から1897年の間に、チャールズ・ヤーキスが高架線を建設するまで、固有名詞としては使われてこなかったとしている。ループの南北を通るパープルラインとブラウンライン、東西に通るピンクラインとグリーンライン、そしてウェルズ通りとレイク通りを走るオレンジラインが、 交差する場所で、シカゴ交通局の信号庫基礎であるタワー18が、シカゴ L の電車を誘導する。ブラウンラインの電車が、マディソン、ウォバッシュ駅を、出発夜のマディソン、ウォバッシュ駅の北方向の景色ループの高架線特な、センターとオールドコロニービルディング2008年撮影の、オレンジラインの電車が、ウェルズ通りのクインシー駅に到着する、後継路上から見た。 高架線ループには8つの駅がある。クラーク、レイク駅、ステート、レイク駅は北側に、ランドルフ、ウォバッシュ駅、アダムス、ウォバッシュ駅は東側に、ライブラリー駅、ラサール、バンバーレーン駅は南側に、クインシー駅、ワシントン、ウェルズ駅は西側にある。2011年には2089万6612人の乗客がこれらの駅からシカゴエルに乗車した。 シカゴエルにある8路線のうち5つの路線がループの線路を使っている。残りの3路線のうちの2路線、ブルーラインとレッドラインは地下を走行しループの中央を抜けるループの駅と接続する。イエローラインはシーティの路線で唯一ループに乗り入れることも接続することもしない。パープルラインとブラウンラインは北西の角の北側からループへ乗り入れる。 パープルラインの急行は時計回りにループを一周し、一方、ブラウンラインは半時計回りに一周する。オレンジラインは南東の角の南側から、ピンクラインは北西の角の西側からそれぞれ乗り入れ、時計回りに一周する。これら4路線はループをそれぞれの回る向きで一周すると、ループに向かう時とは逆の順番で各駅に止まりそれぞれの始発駅へ戻る。 グリーンラインは上下ともループを走るが一周はせず、ループの北側と東側のみを、レイクストリート支線とサウスサイド高架線の間を結ぶために乗り入れる。二つの信号呼気所がループへの出入りを制御している。タワー12は南東側の角にある。タワー18は3方向の行き来ができる、ダイヤモンドクロッシングを俯瞰する北西の角に位置し、 一時は世界で最も忙しい鉄道の連動装置と言われた。現在のタワー18は1969年9月7日に運用が開始された2代目である。19世紀に建設された初代のタワー18はその斜め向かいに立っていた。ユニオンループが建設される以前はシカゴの3つの高架鉄道線、サウス、サイド高架鉄道、レイクストリート高架鉄道、 そして、メトロポリタンウェスト、サイド高架鉄道はそれぞれシカゴの繁華街の周辺部に自社の終着駅を持っていた。チャールズ・タイソンやアーキスがこれらの鉄道を接続することを主導した。ユニオンループは区間ごとに分かれて建設された。レークストリート高架鉄道は北側に沿って1895年に延伸し、ユニオン高架鉄道が1896年に ウォバッシュ通りに沿って東側の路線を、そしてウェルズ通りに沿って西側の路線を1897年に開業させた。ユニオンコンソリデート高架鉄道が1897年にバンバーレン通りに沿って南側に開業した。開業当初は12駅あり、直線区間にはそれぞれ3駅が存在した。ユニオンループのウェルズ通りを超える。 西側区間の建設時にフィフス、レーク駅の南行のホームを撤去する必要が生じた。さらにノースウェスタン高架鉄道が乗り入れるのに伴い、残りのホームも撤去されることとなった。11駅が残り、2駅がループの北側に、残りの3つの側には3つの駅があった。ループは政治スキャンダルを生み出した。すべての繁華街へ乗り入れる路線は、ヤーキスの企業に、 手数料を支払わなければならず、通勤客の運賃を上昇させた。衆議会を買収した後、ヤーキスが5年間の運営権を請求する立法を確実にすると、彼は激動買い待ちを追われ、一時的なプログレッシブリフォームの時代をシカゴにもたらした。シカゴ交通局、シカゴ L の路線図、ありがとうございます。